一つの部屋を僕らは音も立てずにドアを開ける。あれおかしいな、すいません、あれおかしいな。あの僕的にはですよ、本当に僕的にはなんですけど、あの絶対拍手するならここじゃなくてこっちの時だと思うんですよ。あんなに熱いのに。じゃあね、これからファイヤーやっていくんですが、最後のファイヤーはお伝えするんですけど、まずは一つオープニングのファイヤーから。オープニングのファイヤーはこちら両足に火がつきます。火がついた後、こちら2本の棒を使って打ち合って操っていく曲。まずはこちらオープニングのファイヤーからご覧ください。ちなみにこのオープニングのファイヤー、普段はやってないやつです。今日見れる皆さんはラッキーでございます。じゃあ行こう。これ普段やってないんですよ。普段やっていないのです。ちなみに普段なんでやってないか分かりますか？めちゃくちゃ苦手だからです。これね、本当に苦手なのよ。ただ今日3回ショーやってきて、これが3回目。これが終わったら僕も仕事終わりなんですよ。で、最後のショーね、今日1日で一番大勢のお客さんに見てもらいたいと思ってるんですが、今んとこ隙間が多いです。だから最後のファイヤーを1人でも増えたら嬉しいなと思うんで、火がついて技やってたら目立って、俺もうちょっと人来てくると思うわけ。だから最後のファイヤーにもうちょっとだけ増えてほしいから、苦手なんですけど1分30秒これも頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ただね、あの火がついたら人が集まるとは言ったんですけど、みんながあんまり静かに見てたら、遠くから見た時に火を持った怪しい人に見えるんで、みんなが盛り上がってて初めてファイヤーショー、どうぞよろしくお願いします。あとあの寒いから渡したのにずっと手に持ってたら、俺がただ持たせてる人になるんだ。お前も寒そうだと誰も来てくんない。え？じゃあ行こう。じゃあ行こう。苦手なオープニングのファイヤーから。すいません。いつもノリのいいお客さんが集まってると火がついた瞬間にめちゃくちゃ盛り上がるんですけど、もう一回つけていきます。やらされてる感じが満点です。わかりました、皆さん。火がついただけで、これあの火がついただけで盛り上がるの難しいと思います。そこで僕これ苦手な道具なんですけど、最初に一つだけとっておきの体を張った技、両端に燃料をベタベタにつけます。で、この状態を、この状態で両端に火をつけて、火がついた後僕が松明を真ん中で持って思いっきり回転加えます。そうすると遠心力で液体が飛び散って引火して火がめちゃくちゃ大きくなるんですよ。で、この瞬間僕真ん中にいるんでめちゃくちゃ怖いんですけど、ちょっとスタートみんな盛り上げたいんで体張って頑張ります。どうぞよろしくお願いします。みんなこの危なさ伝わってる？めちゃくちゃ怖いんだよ。特に今日が怖いの、風が。これ3年くらい前にやる瞬間に突風が吹いてズボンの裾に火がついたことがあります。その時見ていたお客さんが全員笑ってました。あん時に火がついた、怖いのは風とか火ではない、人の心なんで。ちょっとこれオープニングで盛り上がっていきたいんで、火が大きかったら目いっぱい目いっぱい大きな拍手で歓声で盛り上がってスタートさせてください。どうぞよろしくお願いします。じゃあ行こう。風やんでて、ただ一つのことが今お前を忘れてるんだ、数えきれないほど失くしてまた拾い集めないさ。風が完全に俺に向かってきてる。行けるか、ちょっと
頼みもしないでギュウギュウだったんですよ。悲しいじゃないですか。